はい、皆さんよろしくお願いいたします。ツイキャス始まりました。今日はゲストの先生はいらっしゃらないで、私一人の配信になります。今日大阪で、なんていうんですかね、天禄というところで、映画「恵みへの誓い」完成披露試写会がありました。たくさんの方にご参加していただきまして、無事に正解で素晴らしい試写会となりました。はい、で皆さんに、試写会の様子なんかをどんな感じだったか、宮本さんも来られたんですね。ありがとうございます。ご報告したいと思います。はい、ちょっとね、私ツイキャス始まる1時間ちょっと前ぐらいにやっと帰ってこられたので、すいません、バタバタで、まだちゃんと編集とかができてない、仮アップなんですけど、いろんな有識者の先生方にインタビューの方もさせていただきましたので、このツイキャスラジオですので、ちょっと動画を、見ていただけないので、今急遽私のチャンネルで YouTube アップしましたので、限定公開で すいません。ちゃんとした編集の済んだきちんとしたアップ動画はまた後ほど月さんがやってくれますので、YouTube の URL を、貼らせていただいて、皆さんに動画の方もちょっと見ていただきながら、ご報告したいなと思います。はい、よろしくお願いします。完成披露試写会は、ごめんなさい、声ガラガラで。完成披露試写会は、午前、午後と2回に分けて、上映会を行いました。で、結構たくさんの方に来ていただきまして、で、私は入り口でクラウドファンディングの方に参加していただいた方の受付なんかも少しさせていただきました。で、ちょっとね、見にくいですね。もうちょっとアップにしましょうか。こういうふうに、ちょっと待ってくださいね。差し替え。映画のプロデューサー、スクーカイ秋田の代表の松村さん手作りの、冊子なんかも配られまして、で、そのカンパ箱ですね。映画のこれから、プロモーション宣伝費などで、たくさんまだ費用がかかりますので、お心だけでも結構ですので、ということで、試写の後にお願いしましたところ、たくさんの方々が、また、カンパ箱の方に寄付をしてくださいました。本当にありがとうございました。石村さんお疲れ様です。はい、ありがとうございます。野草会のマネージャーさんです。はい、いつも、みんなを支えてくれてる。はい、ね、いつも助けていただいている石村さんです。で、ですね、もう早速、インタビューの様子、皆さんね、試写が終わって、監督とか松村さんのご挨拶の後に出てこられたところで、泊まっていただいて、お話を聞いたので、まだね、皆さんどの方も、もう目が泣き腫らされた後で、まだ涙がね、残ってるような状態で、1
分ほどお話しくださいというふうにお願いしたんですが、1分も話せなかった。もう言葉に詰まられて胸がいっぱいで1分も話せなかったという先生方もいらっしゃいましたし、まあ、どの先生方も、もうやっぱりね、もうその悔しい、なんでこんなことがっていう、本当にもう、なんて言うんですかね、もうじくじたる思いって言うんですか、本当にもう悔しくて悔しくてしょうがないというお気持ちで映画ご覧になって、もう涙をたくさん流されていらっしゃいました。で、今日夕方の関西テレビ、フジテレビ系列なんですけど、関西の方では関西テレビって言うんですね。で、そちらで夕方ニュースがちゃんと流れまして、で、そのニュースの様子は打ち上げ会場で、まあ、関係者の人たちとみんなで、まあ、どんな風に報道してくれるかっていうのを見てました。で、結構きっちり参加者さんの感想もあったり、で、有本恵子さんのお父様のね、有本明宏さんも大変ご高齢で大変な中来てくださって、で、まあ、一番前でご覧になられて、まあ、テレビの方のインタビューも受けられてお話もされていました。はい。で、やっぱりこれからこの映画が、まあ、劇場公開が2月からスタートするんですが、で、前売りの方も来月ぐらいからできるんじゃないかというふうに今日監督からお聞きしましたし、今47都道府県、まあ、1県に1つずつは劇場公開できる映画館というのを探す努力をみんなでこれからもやっていきたいと思っております。はい。劇場公開のね、SNS 発信は明日の朝の10時をもって解禁となりますので、すいません。これはちょっと、ね、テレビのニュースではもう流れてたんですけど、一応 SNS では明日の朝10時から SNS でこう、情報公開拡散してくださいというふうに、まあ、配給さんの方とお話がそういうふうになってますので、ちょっとね、テレビのニュースでは流れたんですけど、SNS ではそういうふうに約束守っていただけるとありがたいです。はい、そうなんです。明日解禁なんです。まあ、一応ね、なんでかなっていうふうに、ちょっと不思議なところもあるんですけど、まあ、配給さんの方がそういうふうに、言われてるので、申し訳ありませんが、ちょっと皆さん明日の朝までお待ちください。で、明日朝になったら、ポスターとか、チラシとかですね。はい。こんな感じで出来上がってますみたいなものとか、いろいろ出せると思います。はい。で、今日、来ていただいた方々のお声を皆さんにね、ちょっとお届けしたいと思います。どの方から行きましょうかね。珍しい方が、から行きましょうか。はい。大阪に、なんて言うんですかね。大衆プロレス、松山座っていうのがあるんですよ。はい。で、座長を務められていらっしゃいます松山勘十郎さんも、映画の方、試写会の方に参加してくださってまして、で、その方からも、ご感想をお聞きしました。ちょっとね、
YouTube URL ちょっとありますね。ちょっとお待ちくださいね。松山さんね、ツイッターの方もされてますね。ちょっと待って、ね、ポスターはとりあえず行きつけの飲み屋に貼ってもらおう。なるほど。はい。ピースボートの努力を見習うべき。なるほど。あのね、やっぱり、まあ、ちょっとね、月さんはちょっと、YouTube 貼るのどうかなって今ちょっと、でもねやっぱ動画で見てもらいたいので、まあちょっと貼ります。YouTube 再生されててもツイキャスの音声も聞こえていると思うので、この方1分ほどです。私が静かにしてる方がいいかな。はい。でこっちの方でもね、そうですね。だからポスターとかチラシとかの、配布のお手伝いも多分皆さんにお願いすると思うんですが、まだまだちょっと宣伝費とか、なんて言うんですかね、映画祭の参加費とかいろいろお願いしたいので、ぜひ、お気持ちのある方、応援したいよという方は応援の方よろしくお願いいたします。はい。応援は、見れないんですね。そっか。あ、じゃあ、音声だけ再生しましょうか。ちょっと写真はね、写真で静止になるんですけど。これね、なんかツイキャスのね、画像貼るの貼りにくくなった。この方ね、普段歌舞伎メイクされてるんですよ。なので、パーカーでこう、お顔隠されて、赤く見えてるところマスクなんですけど、はい。ちょっと待ってくださいね。ちょっと音声、ちょっとね、会場ざわざわしてたから、取りにくいかもしれないですけど、再生してみます。ちょっと待ってね、すいません段取り悪くて。ちょっと待って、ね、これ聞こえるかな。聞こえないですか？やっぱり。ちょっと待ってね。あ、見ました？はい。一応再生しましょうか。はい。この方、新潟出身のプロレスラーの方です。動き悪いな。はい。そうですね。やっぱり拙者自身が新潟の出身ということもありまして、はい、以前からやっぱこの問題っていうのはもちろん知ってはいたんですけども、映画組の中で本当に映画化っていう映画というのは、はい、本当に素晴らしい一歩だと思いまして、5年間でちょっとクラウドファンディングの装備も魅力ながら協力をさせていただいたんですが、待ちに待ったその完成試写会ということで、はい、今日は非常に楽しみにしたんで、見れて本当に良かったです。はい、ありがとうございます。ご覧になっていかがでしたでしょうか。いや、もう本当とても感動しました。あ、よかったですか。はい、ありがとうございます。コロナ禍の中でやっぱスクリーン、劇場スクリーンでやっぱ映画見るっていう機会も本当に減っちゃったんで、そうですね、久しぶりに見れた映画の機会が本当これで本当に良かったです。はい、はい、ありがとうございました。はい、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。聞こえにくいでしょう、すいません。
ねえ、なんかマイクかなんか持っていけばよかったですね。そうですね、やっぱりね、映画で見ていただくの、映画館で見ていただくっていうのが、一番いいと思います。はい。でね、どの方行きましょう、次は。うつるさん。はい。一応 YouTube の URL も貼った方がいいかな。後で貼りましょうか、音声公開してから。はい、ちょっと待ってくださいね。川西市議会議員の中曽千鶴子さんです。はい、私たちはおつるさんというふうに呼ばせていただいてます。川西の瀬口の駅前でもう8年、もう8年になるそうです。毎月1回、秋田美和さんを救うために、特定失踪者のね、秋田美和さんが中曽千鶴子さんの2年後輩になるんですね。高校の2年後輩になるんですね。で、まあ、そういうことで、なんとかこう救って差し上げたいということで、おつるさん月に1回、署名活動をもう8年続けてこられてます。で、ツイキャスの方にも出ていただいたこともあります。兵庫県川西市議会議員の中曽千鶴子です。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に今日はジェリーさんに教えていただいて見かけていただいて胸が潰れそうっていうか悔しい、苦しいです。日本政府がなんでなんなんでここまで何もしなかったのかなと思って、今もしていないんですけど、政治家がなぜこんな無力なのかなと思って、この日本の現状を作っている全ての戦後の日本の政治や教育に対して苦しい思いをしています。今市議会に入って、本当に政治の中に入ってみて、やはりもう長年の日本の政治が腐っていた部分とか間違っている部分、本当に政治家のおかしな部分がいっぱい見えてきて、私は本当に真剣に正していきたいと思いますし、救出に向けてこれからも頑張っていきたいと思います。秋田美和さん、本当に帰ってきてほしいし、全ての拉致被害者特定失踪者の奪還に向けて、共に皆さんよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、わかります。ありがとうございます。映画はどうでしたか？映画も感動しました、はい、もう感動というかもう苦しいです。見てて苦しいですか？はい、通り越しても胸が潰れそう。そうですか、はい、世界中の人に見ていただきたいですね。はい、あと音楽も、はい、全般素晴らしい。よかったです。はい、アベマリアのカッチーニのアベマリアは私が好きです。カトリックなので、はい、教会でいつもアルコールが疲れますね。はい、もう祈っただけでは解決できないですけど、全ての方が祈っていただければと思い、祈るのは一つなので、それも本当に胸にしました。 ありがとうございました。はい、ありがとうございます。この日本の現状を作っている全国の日本の政治や教育に対して苦しい思いを
今市議会に入って本当に政治の中に入ってみて、やはりもう長年の日本の政治が腐っていた部分とか間違っている部分、本当に政治家のおかしな部分がいっぱい見えてきて、私は本当に真剣に正していきたいと思いますし、救出に向けてこれからも頑張っていきたいと思います。有田宮さん、本当に帰ってきてほしいし、それこそ拉致被害者との精神障害のたくさんに向けて、共に皆さんよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと映画はどうでしたか？映画も感動しました。はい。感動というか、もう苦しいです。見てて苦しいですか？悲しい。はい。そういうことでも胸が潰れそう。ああ、そうです、はい。世界中の人に見ていただきたいですね。はい。あと音楽も、はい。マゼスタンプから。あ、よかったです。はい。アベマリアの、ミンジニのアベマリアは私が好きです。はい。教会に行くも、パーソンが聞かれますね。はい。もう、祈っただけでは解決できないですけど、全ての方が祈っていただければと思い、祈りの一つなので、それも本当に胸にきました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい。川西市議会議員の中曽千鶴子さんのインタビューを聞いていただきました。ちょっとね、一応ね、まあ、動画もありますので、まあ、限定公開なんですけど、貼っときますね。はい。まあ、もうこれはちょっと編集なしなので、音とかね、どれぐらいボリュームが上げれるのかはちょっと私もわからないんですけど、調整してからもう一回アップし直してもらえるようにお願いしたいと思います。はい。でね、次の方、黒坂誠先生。はい。このツイキャスでも何回もお世話になってます。大阪経済大学経済学部教授。はい。元全国協議会副代表もされていらっしゃいました。編集無理ですか？すいません。なんかこう、また中3に聞いてみます。はい。黒坂先生の、黒坂先生は結構はっきり喋っていただいたので、またちょっと聞こえやすいかなと思うんですが、ちょっと待ってくださいね。はい、黒坂誠と申します。今日の映画見て本当に改めて身につまされてね、でも本当すごい映画だと思います。はい、何よりですね、日本人拉致問題もそうですけども、朝鮮労働という存在がですね、非常によく描れていましたよね。これやっぱり作った方もものすごく調べてらっしゃることがあったと思います。いろんな非常に横田めぐみさんの件でもですね、資料は本当に限られてるんですけどもね、それからきちんとつなぎ合わせてですね、それから田口さんの件もそうですよね、藤田さんの件もよくそれが分かれて描いていたと思います。元スタッフの方もすごく努力されたな、改めて思いましたね。とにかく、またこの絵がもっともっと多くの人見てもらいたいし、今、朝鮮学校の支援をするって人がすごく多くてね、僕、時々インターネットする人とぶつかってるんですけども、朝鮮学校の方が自分でこれを見て、朝鮮学校の子供たちに見せてほしいですよね。あ、本当そうですね。もしそういうことをやりだしたらですね、日本人の世論変わりますよ。なるほど。ありえない話ですけどね、朝鮮学校の支援者の方々、子供たちに、朝鮮学校の子供たちにこの映画を見せると。なるほど。いうことがあったら僕も支援者になりますからね。はい、ありがとうございます。それからもう一つ、今日思い出したのはね、特定失踪者の件でね、はい、前髪さんっていらっしゃるんですよ。はい、お母さんの件、僕思い出しちゃってね、23年ぐらい前ね、京都で集会してやったと来てくださった。はい、はい。で、太田さんともその時会ってるけどね、前髪正輝さんという方だと思うんですけど、お母さんがね、必死になって、回ってらっしゃったんです、国会とか。その23年ぐらいで京都で会って、それから何回かあと、国会で僕、たまたま僕も何回の時国会行っててね、会って。
です。黒坂誠と申します。今日の映画見て本当に改めて身につまされてね、でも本当すごい映画だと思います。まあ、何よりですね、日本人拉致問題もそうですけども、朝鮮労働という存在がですね、非常によく描かれていましたよね。これやっぱり作った方もものすごくよく調べてらっしゃることがあったと思います。いろんな非常に横田めぐみさんの件でもですね、資料は本当に限られてるんですけどね、それからきちんとつなぎ合わせてですね、それから田口さんの件もそうですよね、藤田さんの件もよく資料が分かるように描かれていたと思います。元スタッフの方もすごく努力されたなと改めて思いました。で、とにかくまだこの絵がもっともっと遅れて見てもらいたいし、今朝鮮学校の支援をするって人がすごく多くてね、僕時々インターネットの人たちをぶつかってるんですけども、朝鮮学校の方が自分でこれを見て朝鮮学校の子供たちに見せてほしいですよね。あ、本当そうですね。もしそういうことをやりだしたらですね、日本人の世論変わりますよ。ありえない話ですけどね、朝鮮学校の支援者の方々は子供たちに、朝鮮学校の子供たちにこの映画を見せると。なるほど。いうことがあったら僕も支援者になりました、ね。はい、ありがとうございます。それで本日でも今日思い出したのはね、特定失踪者の件でね、はい、前髪さんっていらっしゃるんですよ。はいはい、お母さんの件僕思い出しちゃってね、23年ぐらい前ね、京都に集会してやったら来てくださった。はいはい、で、太田さんとも通り合ってるけどね、前髪正輝さんという方だと思うんですけど、お母さんがね、必死になって、満載しちゃったんです、国会とか。その23年ぐらいで京都で会って、それから何回かあと、国会の僕、たまたま僕も何回の時国会出てね、会って、お亡くなりだって話なんですよね。前髪正輝さんという方、北海道でいなくなった方です。その方のすごくなんか思い出しちゃってね。お母さんのことを。お母さんのこと何回か思い出してるんです、はいはい。必死で歌えられてたんですね。もう必死になってね、もう、荒れてらっしゃったね。結局もうダメでしたね。ダメでお母さん亡くなって。まさてさんって、特定失踪者の実際に出てきます。はい、はい、北海道の。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、ダメでしたか？聞こえましたか？止まってますか？今無音ですか？いや、ミュートしてないですよ。いや、ミュートしてないですよ。なんか止まりました。すいませんでした。途中で聞こえなくなったんですね。すいません。もしかしたらマイクの不具合だったんですかね。とりあえず、明日、そのアップが完了するまでは、まあ、限定公開ですけど、あげてますので、もしよかったら、動いてる先生を、はい、ご覧になってください。そうなんですね。聞こえなくなってましたか。すいませんでした。はい。黒坂先生、お元気にされていらっしゃいました。途中から聞こえなかったんですね。すいません。また YouTube の方で、ご覧になってください。黒坂先生、さっきコメント書いてくださってたのに、すいませんでした。ちょっとなんか飲みますね。すいません。声ガラガラ。次の方、どの方にしましょう。一色正治さん。はい。元、海上保安官の一色正治さんですね。今日来てくださいました。結構ゆっくりお話もできて、私今までお会いしたことなかったので、貴重な機会いただけました。打ち上げの方も参加してくださいまして、本当になんか結構たっぷりお話も聞けました。はい。ちょっと待ってくださいね。一色さんにね、はい。はい、どうぞ。いや、すごい映画でしたね。まあ、
改めてですね、情けない日本と、何もできない日本、情けなさを痛感しております。決して、やっぱり人事ではないという気持ちで、今後この運動に関わる。というか、この運動自体がもう早く終わりになればいいと思います。はい、できるだけ早く皆さんが日本の土地を踏めるように、魅力ですけど、できることをやっていきたいと。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。いや、すごい、まあ、改めてですね、もう一度、何もできない日本、情けなさを痛感しております。決して、やっぱり人事ではないという気持ちで、もうこの運動に関わる。というか、この運動自体が早く行われればいいと思います。できるだけ早く皆さんが自分の立場を踏めるように。魅力ですけど、やっていきたいと。はい、ありがとうございました。聞こえましたか。今月さん書かれてるように岩田明美さんって読むんですかね。岩田敦先生の奥様のお名前ではないです。はい、今日奥様お会いできました。お名前ちょっと違います。奥様じゃないです。はい、次の方、西村慎吾先生の息子さんの大阪府議会議員の、西村ひかるさんのインタビューを聞いていただきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、どうぞ。あ、なんか違うのが始まった。ごめんなさい。あ、そっか、意識先生の、URL も一応貼っときましょうか。はい、貼っときます。ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあ西村慎吾先生の息子さんの西村ひかるさんのインタビューです。どうぞ。大阪府議会議員西村ひかると申します。じゃあ、はい、今日の映画の感想など、試写会の映画の感想としまして、はい、これ最後の方でこの映画を武器にしてとおっしゃってまして、これから英語訳を一つ乗り換えて、このものに一つの武器として同じ以外全員を輸出する、はい、私も議会議員として、はい、この武器をどういう形で使われていくかは、はい、これからこの映画を見終わってですね、書いてじっくり考えていきたいです。はい、ありがとうございます。はい、これからもよろしくお願いいたします。どうぞ。大阪府議会議員の西村ひかるです。はい、今日の映画の感想など、試写会の映画の感想としまして、はい、最後の方でこの映画を武器にしてとおっしゃってまして、これから英語訳を一つ乗り換えて、このものに一つの武器として同じ以外全員を輸出する、はい、私も議会議員としてこの武器をどういう形で使われていくかは、これからこの映画を見終わってですね、はい、じっくり考えていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、これからもよろしくお願いいたします。はい、西村ひかる先生は大阪府下には、市議さん、府議さん
まあ、合わせて1000名ぐらいの方がいらっしゃるんですが、でそのうちの300名ほどが拉致議連に、3人に1人は拉致議連に、入っておられますという大きな大阪には拉致議連があるんですが、そちらの大阪の拉致議連の事務局長もされていらっしゃいます。はい。で、あのもちろん今日ツイキャスでですね、光先生またお願いしますというふうにオファーの方もしてきましたので、あの本当に優しくて、ね、気さくな光先生ですので、あのあ分かりましたというふうにお返事いただけましたので、またあのご都合の大丈夫な時にツイキャスの方でお話をお伺いしたいなというふうに思います。はい。ね、お話聞いてみたいですよね、皆さんね。うん、すごく本当にいい方ですよ。まだまだお若いですしね。うん、今日みんなにあと30年、40年、日本を頼むっていうふうに。はい。光先生言われてました。ちょっと待ってくださいね。うん。動く動画の方も、ちょっと、貼っときますね。はい。そうね、私と月さんとね、車に、光先生の車に新車の頃にちょっと乗せていただくという機会がありました。あれね、3月1日の神戸デモの時でしたね。次の方は、そうですね、じゃあもう、慎吾先生。はい。ちょっと待ってくださいね。あれ？ちょっと待ってね。慎吾先生が、はい、どうぞ。ちょっと待ってくださいね。もう慎吾先生が映画見られてるときに、監督があまりに大粒の涙をボロボロこぼされるので、もうたまらなかったというふうに、信司監督が、はい、言われてました。そうなんです。親子で来てくださってました。うん。で、有本さんのね、恵子さんのお父さんが来られてたんで、慎吾先生がこう、そばで、寄り添われて、お話もされてましたし、なんかね、胸がいっぱいのようで、でもまあ、西村慎吾先生、ブログの方と、Facebook の方に、いつも慎吾節を聞かせて、こう、はい、結構ね、長文を投稿してくださるので、映画ご覧になってから多分、まあ、明日とかに何を書かれるのかなっていうのがちょっと楽しみです、今から。はい、ではちょっと聞いてください。すごい映画でした。魂を揺すられて、自分今までの状況とともに蘇ってきてね、はい、涙が出てきた。誠に申し訳なかった。はい、映画がたくさんの方に見られるようにというふうに、見てご覧になられると思われましたか。たくさんの方があの映画を見たらどうでしょう。いや、はい、拉致被害者救出運動は国民運動になるとき状況にまた立ち返ってくると思うね。あ、はい、ありがとうございます。はい。慎吾先生、ありがとうございました。はい。はい、はい、どうぞ。すごい映画でしたな。
魂を譲られて、自分が救出を実現することができずに今におることを非常に今までの状況とともに考えすぎてね、はい、涙が出てきた。誠に申し訳なかった。映画たくさんの方に見られるようにというふうに見てご覧になられて思われましたか？たくさんの方が映画を見たらどうでしょう？はい、私被害者救出の運動は国民運動になるという状況にまた立ち返ってくると思います。はい、ありがとうございます。はい、先生ありがとうございました。はい、はいはい、ちょっとね、普段の慎吾先生よりもやっぱりすごく泣かれた後だったので、ちょっと言葉少なめでしたね。でもきっとブログとかフェイスブックの方にたくさん思いを書いてくださると思います。はい、どんなこと書かれるかちょっと楽しみだなというふうに思います。はい、こちらね、西村慎吾先生の YouTube の方です。で、石英先生にね、もうインタビューしたんですけど、石英先生ね、もうすごく泣かれてて、はい、もうね、話せなかったんですよ。私もね、もうもらい泣きしてしまって、ご覧になられた気持ちっていうのがわかるので、石英先生30秒ぐらいしか、お声が出なかったんですけど、ちょっとお声だけ先に聞いてくださいね。お写真変えますね。こういう感じで泣かれて声が出なかったんですが、はい、ちょっと聞いてみてください。違いが我々日本国民全員の違いです。みんなを爆発する前に我々日本国民一度ありがとうございます。ありがとうございました。違いが我々日本国民全員の違いです。みんなを爆発する前に我々日本国民一度ありがとうございました。ありがとうございました。もうね、映画終わられてちょっとね、ご多忙なので、急いで帰らなきゃいけなかったところ、インタビューの方を撮らせていただいたんですが、もうね、ちょっと動画で見ますか、皆さん。あ、鶴子さんもね、今日お会いできましたね。ありがとうございました。ちょっとね、石英先生の、これアップしていいのかな？ちょっと、はい、こちらが石英先生の、お言葉にならなかった様子です。ね。
なんか世間先生のインタビューしてる時に周りの方まで泣かれてしまって、ね、もうもう本当に何とかしなきゃというふうに、思うんですけどね。もうね、で最後ちょっと待ってね、あ、横向きになっちゃうな、すいません、ちょっとお写真横向きでした、ごめんなさい、画面が変わるのどうするの、こう違う、どうやって横向きになるのかな、すいません、皆さんちょっとお顔横に向けていただいて、有本恵子さんのお父様の有本明宏さんです。はい、今日付き添いの方に付き添われて、まあ、神戸から大阪の会場まで、まあ、大変だったと思うんですけど来てくださいました。で、野伏監督が、有本さんのお父さんが来られるのをすごく喜ばれてて、試写会の、挨拶の時にも有本さんのお父様にそのすごく感謝してますというふうに野伏監督がお話しされてました。めぐみへの誓い、まあ、映画化前には舞台劇だったんですが、その舞台劇を、まあ、公演するということが決まったときに、やっぱ家族の中からあまりにも、その、厳しい内容に辛いという、まあ、こんな辛い、のはどうだろうっていう声があったんですね。まあ本当はもっともっと辛いところもあると思うんですけど、現実はね。まあでもその舞台にするのにこの内容が辛いというふうに家族からまあちょっと反対というかどうだろうっていう声が上がった時に、有本恵子さんのお父様のこの有本明宏さんが、それを分かってもらわなくてどうするんだと。まあ、家族が見ててそれは辛いかもしれないけど、その、連れ去られた被害者の辛さというものを、真に捉えて、みんなに見てもらって理解してもらわないでどうするんだと。やったらいいんだというふうに、明宏さんが背中をドンと押されて、で、それがこうきっかけになって、まあ、家族もじゃあ、っていうふうに意見がまとまったそうで、なのでその10年前になりますけど、明宏さんにあの時そう言っていただけたのが、まあ舞台劇公演全国回るきっかけになりましたし、この映画化もまあそこから始まってますというふうに野伏監督が挨拶でおっしゃられて、明宏さんにお礼をお話しされてましたね。お礼を述べられてました。ずる子さん、そうですか。ねえ、ねえ、関根先生のね、もう本当に、はい。で、有本さんのお父さんの声聞いてください。もう、思ったよりも顔色も良くて、お元気そうで、はい、ちょっと待って、そういう意味ではお会いできた時に、あ、よかったと思って安心しましたけど、ちょっと待ってくださいね。何じゃないよ。というで、
感激しております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。恵子さん戻ってこられまで元気で頑張ってください。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。何十年よ、そういうで、大臣に関わっていっているんだね。だから、私からね、栄養を受けていただいて、感激しております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。恵子さん戻ってこられまで元気で頑張ってください。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。すいません、何十年と訴えてきたからねと、映画を作っていただけて感激しております、ありがとうございますと頭をね下げられてしまったんですよ。申し訳ないなと思います。頭を下げなきゃいけないのは私たち国民ですし、でもご家族はずっとこうやって頭を下げてこられた10年ですから、今年の2月に奥様の佳代子様も亡くなられましたし、やっぱりね、どうなってるんだとこの国は。たくさん言いたいことは本当は山ほどあるだろうに、支援者の方々にはね、そういった頭を下げ続けてこられましたから、どうして被害者のご家族がこういう思いをずっとしてきたのに、政治家さんに文句言ってもしょうがないのかもしれないですけど、どうしてこの日本に日朝国交正常化議連とかあってね、北朝鮮の出先機関の朝鮮総連とかがあってね、ぬくぬくと、どうしてそういうものが叩かれないで、変な国やなと、つくづく思いますね。最後に会ったのが秋広さんの動画です。はい、前向きな話をしたいと思うんですけど、映画の、公開できる劇場をこれから、いろんな日本各地の、劇場を知ってるよとか当たってみるよとかいう、その助けてくださる方々皆さん同士でこう探して見つけて頑張っていきたいと思ってます。で、前売りチケットの金額もちょっと今日聞いたんですけど、1200円で前売りチケット来月ぐらいには販売をできるんじゃないかと。で、このチケットがいくら売れるか、あと2月公開になった時に最初の公開した劇場で、最初の1週間ぐらいでどれぐらい人が入るかっていうのが、その後々劇場公開決めていくのにもすごく大事な、これ要なんですね。
うん。で、それだけ前評判が大きくてよかったら、次の劇場公開も決まりやすいですし、反対に、前売りチケットがあまり売れないとか、公開した後の客足が悪いとかってなると、最初にね、まあ、1ヶ月公開って決まってたのが、まあ、打ち切りとか、短くなったりとか、次の公開のね、劇場が決まりにくくなったりとかしますので、その2月の公開の最初の劇場が、すごく大事なので、皆さんで、ぜひ、応援の方をよろしくお願いします。で、これは、ね、映画作るのはね、映画屋さんといいますか、プロのカメラマンさんとか、プロの脚本家さんとか、まあ、プロ、まあ、野伏監督はじめ、演出家さんとか、こう、その道のプロしかできないことなんですけど、映画宣伝とか、拡散とかのことは、これ私たちがもうまさに関われるわけなんですね。助けれると言いますか、力になれる。とうとう、そこなので、ちょっとそういうのができないって方は、一生懸命働いていただいたお給料のうちから、まあ、負担の少ない程度で、大丈夫ですので、お気持ちだけでもありがたいですので、寄付をしていただけるとありがたいですし、私、いろんなところに顔が利くよとか、私の家の近くのホールなんかでも、映画やってたよって、まあ、いいところで結構安くて、まあ、人数的には300人ぐらい入る劇場が理想だそうです。うん。そういうところでこう、いいシアターがあるよっていう情報とか、なんなら、劇場公開の、掛け合いもやりますよぐらいの勢いで助けてくださる方々を、募集したいと思います。募集と言いますか、各自皆さんそれぞれでよろしくお願いします。皆さんが例えば、ね、まあ、例えばなんですが、愛知県にお住まいでしたら、愛知県のことは私に任せてとか、はい、京都府にお住まいでしたら、京都府は私が何とかしましょうとか、あ、シロさんありがとうございます。はい、本当にありがたいです。よろしくお願いします。もちろん、監督も、プロデューサーも、配給の方と頑張ってるんですが、まだまだ皆さんのお力がいただけると本当にありがたいので、北海道から沖縄まで助けてくださる方々を、個人個人、それぞれにやっていただけるとありがたいです。で、くまモンのようにというふうに今日、松村プロデューサーが言ってたんですが、明日の10時以降はもうそれぞれがポスターを使ったり動画を使ったり、チラシの画像を使ったりしていただいて、それぞれでもどんどん拡散していただく、どんどん SNS で発信していただくというふうに応援していただけるとありがたいなと、こういうやり方がダメとか、まあ、こういうふうにやらないでくださいとか、特に、まあ、これはちょっと問題があるかなっていうもの以外もなくて、なんかそういう、こういうふうにやってほしいとかいうのもなくて、皆さんのやり方で、映画の宣伝を、どんどん、個人個人でやっていただけると、ありがたいなというふうに。あ、マルコさん、お店があるんですか？ポスター貼っていただけますか？あ、熊さん、青森の、ありがたい。よろしくお願いいたします。はい。市のホールでもね、その映画とかが公開できるんだったら、ありがたいんです。で、音声的には、サラウンドといいんですかね、後ろからも音が出るように、まあ、もちろん映画ですので、作っておりますので、はい。音響の良いホールがありがたいです。そう、5チャンネルでね、音が出るということなんですね。まあ、結構いろんなシーン、あんまりネタバレはしないようにしないとダメなんですけど、その銃の音とかですね。はい。人のわーというふうに、こう、
音とか、まあ、映画ですから音楽も、音響も全てこう計算でね作られてますので、こう見ていただく方にそれを十分味わっていただけるような会場だとありがたいです。なおありがたいです。あ、そうなんです。だからね、問い合わせは全然もうダメ元でもいいので、やっていただけてなんかこういいお返事とかがありましたら、ぜひぜひ教えてください。はい。でね、実は2月の公開前に一箇所だけ、劇場公開前に大阪では公開があるんです。はい。大阪の方ちょっと朗報ですかね。関西の方でこの関西披露試写会に参加できなかった方、ぜひそちらの方に参加されてはいかがでしょうか。大阪で北朝鮮人権週間の12月5日6日だったと思うんですが、北朝鮮のこういう人権問題の映画祭があります。また近くなったら場所とか、はい、詳しくご説明したいと思います。はい。そちらで、6日の方でめぐみの誓いの公開があります。なんと入場無料で、はい。まあ、その辺はまた、11月ぐらいになったらお話。あ、そうでしょ、新馬さん見たいですよね。新馬さんお仕事の都合がつかなくてね、せっかくクラウドファンディング参加してくださってたのに今日参加無理だったので、ぜひよかったらその時に参加できるように開けててください。で、まあ、これからいろんな多方面に向けて、もう私もこういろんな先生方と協力をお願いしていきながら告知宣伝頑張りたいと思います。あ、はい。今月さんが書いてるように映画宣伝にそういうね差別的な表現とかもちろんしないように、はい、気をつけてくださいね。ね、皆さんそういうところは、まあ、大人ですのでちゃんと気をつけて映画のね、はい、その応援の方になるように、足引っ張ったりとかね、困ったなみたいなことにならないように表現の方を気をつけて書かれてください。普通に書いていただけたら、はい、十分ありがたいです。今皆さんのコメントちょっと遡って見てます。そう、よりこさん書かれてるように音楽も本当に素晴らしいですから、今日音楽担当された、京さんご夫妻ともいろいろお話ししたんですけど、サントラの方も考えられてますし、また CD という形じゃなくてデータという形で、今ね CD じゃなくてデータで音楽買われる方もいますから、データでの購入とかもできないかとか、まあ、いろいろアイデアを模索してくださってます。なんかね、例えば、まあ何て言うんですかね、関東の方のお友達に、まあ、これエンターテインメントですから、ね、拉致問題の集会に行ってっていうのは、まあ、正直お願いしにくくても、映画館に映画見に行ってっていうのはまだね、皆さんどうですか、のんぽりさんにでも言いやすいと思うんですよ。で、見ていただけたらやっぱりこう、今日のね夕方のニュースでもその試写会参加された方の感想で言われてたんですが、こんな恐ろしいひどいことがこの日本で起きてたというそのことを見せられてショックでしたと。やっぱりね、いくら政府が、今まで、日本の最重要課題というふうに言ってきてても、拉致問題対策本部が立派なパンフレットを作っていても、やっぱりねその刺さるようなものを
ではないんだなと、やっぱりこうストーリーがあって、役者さんの迫真の演技があって、拉致されてる状況がね、こうもう熱演されてて、目の前で起きてるようにこう体感ですね、見ていただいてしてもらうと、いかに恐ろしくて、いかに理不尽で、それが過去に起きた不幸な出来事じゃなくて、現在進行形で続いていて、で、こんな恐ろしいことが日本で起きているのに、知らない人には何にも知らない、普通の平和な日本で、関心のない人には全くないことになってしまっていると。いやいや、そんな日本でね、恐ろしいことが起きてて、40年以上も解決されてなくて、たくさんの日本人が日本海の向こうで、その心の中の悲しみを押し殺して、普段ね、それを抱えたままでは気が変になってしまうからね、精神がおかしくならないように、それを押し殺して、希望とかそういうものも全部捨てたように見えても、本当の奥底では、いつかこの日本の国が助けに来てくれるって、どっか最後の最後、一縷の望みは捨てないで待ち続けてるっていうことを、いろんな人がこう見ると、こう胸の奥に突き刺さって分かってもらえると思うんですね。で、その力が映画にはものすごいありますから、関東の方で、まあ、関東とあと東北の方で、2月19日、あ、言ったらダメなんかな。まあ、ニュースで出てたんですけど、から劇場公開がスタートということが決まってますので、ぜひ秋田と、東京、池袋、まあ、池袋ですか、埼玉とかね、はい、まあ、千葉の方とか神奈川の方とか知り合いの方に、ぜひ映画の前売りチケット買って見に行ってとか、またご自身もぜひ見に行こうじゃないかというふうに思ってくださる方は、まあ、何かこう旅行なんかも予定されて、そうですね、今月さん書いてるように、工作船資料館も横浜にありますし、拉致問題についてこう理解深めたいというような気持ちで、予定組んでいただけたらありがたいなと思います。はい、ということで約1時間ほどお話ししましたので、場所は言ったらあかんと、すいません、はい、ちょっと多めに見てください。ということで、今日のツイキャスは、まあ、1時間ほどですが、これで終わります。あ、来週のゲストのご紹介をしますね。来週、3回目ですね。お世話になります。古瀬光晴こと、篠原丈一郎先生に、はい、再登板していただきます。まあ、篠原先生は、このツイキャスに、来週の10時から、ゲストでご出演していただいて、11時にツイキャスが終わった後にご自身の YouTube の方でライブをスタートされますので、10時から11時までツイキャス、11時からは、篠原先生のチャン YouTube チャンネルでライブの方をお楽しみください。あ、右の人ね、右の人ね、これね、私がね、ずっと毎日のようにチェックしてるブログがあるんですね。私この方のブログ好きでずっと読んでるんですけど、ですよ。でね、この間ね、軍事パレードありましたよね、北朝鮮。当然の。で、あれでね、このブログ主さん、結構、なんて言うんですかね、慎重な方なんですけど、よく朝鮮問題なんかも書かれてるんですけど、ちょっとその記事ありますね。よかったら、
ご興味ある方は呼んでください。これね、全く生放送でも生中継でもなく、あんな真夜中に軍事パレードをして、それを18時間後か17時間後かに公開した北朝鮮っていうのは明らかおかしいんじゃないかと。ここでもう金正恩のなんていうんですかね、安泰説はなくなったというふうに書かれてるんですね。うん。まあ、篠原先生がね、ずっとね、言われてますよね。金正恩は健康ではないと。はい。まあ、その辺のことも含めて、また、署名活動もずっとこう、精力的に篠原先生やってくださってますし、映画めぐみへの誓いの方にも寄付をしていただいたり、助けていただいてます。はい、うん、よかったら読んでみてください。結構ね、丁寧に書かれてますので。はい、じゃあ今日もうこれでツイキャスの方終わりたいと思います。めぐみへの誓いの、ご支援の方、ぜひ皆さんこれからもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。お疲れ様でした。迎えに行くよ。